シギスムントの軍勢がどこからともなく現れたんだ。歩兵隊とか騎馬隊なんてもんじゃない、大軍勢だ。それと奇妙な兜をかぶった獣のような異国の傭兵もいた。なんてことでしょう。奴らは虐殺を始めたんだ。城に逃げ込めなかった人たちを切り捨て、目につくもの全てを破壊した。犠牲者の悲痛な叫び声を俺は一生忘れない。奴らの馬を盗んでここまで来られたのは奇跡としか言いようがない。なんてことなの。天上の聖人が生き延びられるようお助けくださったのね。でもここにいれば安全よ。こんにちは。何か用かしら。眠るために貸してくれた部屋はどこだった。あらまあ、大変なことが起こりすぎてまだ混乱してるのね。中庭の衛兵詰め所よ。ありがとう。食料が欲しいんだけど誰に頼めばいい。誰ですって若旦那、私に決まってるわよ。もし余分に必要な時は遠慮なく言うんだよ。さよなら。このベッドは多分他人のだ。借りた部屋に行って寝よう。そうなった原因はわからないけど、起こったことは話せる。いつも通りに仕事をしてたら、兵士たちがいきなり来て虐殺を始めたんだ。城に逃げ込めなかった人はみんな切り捨てられて、何もかも破壊された。生きて逃げ切れたのは奇跡だ。ごめんなさい。起こしてしまったかしら、もしかして。あ、奥様、ああ、いえ、起きていました。ですが、こんな時間にご用ですか。お酒を持ってきたの、必要じゃないかと思って。お酒が入った方が眠れるわ。それはどうも。ですが、どうぞお気遣いなく。使用人がいるのに。頼もうと思ったけど、実は正直言うと
私も眠れなかったの。お祈りを捧げていて思ったの。あなたがどれほど辛い目にあったのかを。だから慰めようと、一人じゃないと伝えたかった。どうもありがとうございます。本当に気にしないで。ねえヘンリー、何もかも慣れないことばかりで戸惑っていると思うけど、どうかここでゆっくりしてちょうだい。何も心配しないで怪我を治すことに専念するのよ。過酷な試練だったことを神はご存知だから。一人ぼっちで取り残された気持ちはわかるわ。あなたの方がずっと辛い状況だけど、でも心の痛みは時とともに和らいでいくわ。それに誰かに話すのも効果がある。よければ聞かせて。確かにそうかもしれません。何が起こったのかお話しします。それは突然で恐怖そのものでした。いつもと変わらない一日が始まって、父さんに用事を頼まれました。クネシというやつが父にお金を借りていて、返してもらうように言われていきました。でも彼に返す気はなくて、それで少し熱くなってしまって、それでもクネシは銀貨一枚出せない。父さんは優しすぎて、ああいうゴロつきにもつけて物を売ってしまうんです。まあ用事が終わって家に戻りました。父さんの仕事を手伝うと約束していたし、俺も楽しみだったので、らしく表に収める券を作っていたんです。ラジク卿が来た時、剣はほぼ完成していました。閣下は父さんの仕事ぶりを称賛して、その技術ならプラハでもウィーンでも楽に暮らせるだろうと言っていました。まあすごい。でもシギスムントの軍勢がすでに地平線を埋め尽くしていました。兵士の大群が集まっていました。いくつもの軍旗が風に踊って、興奮した馬がいななえていました。全員がシギスムントの命令を待っていたんです。なんてひどい。そしてスカリッツに破滅が訪れました。父さんは母さんを連れ戻してくるから城へ逃げろと言いました。母さんは村に取り残されて、人殺しどもに囲まれていました。父さんは次から次へとクマン人を撃ち倒していました。あんな風に戦う姿は見たことがなかった。でもシースムントの襲撃隊の隊長、甲冑に身を固めた一人の騎士が父さんを見て突撃してきて、ためらいもなく父を切り捨て、すぐに方向を変えると、母のことも冷酷に殺したんです。辛かったでしょう。主がお二人をお導きになりますよ。俺もみんなと同じく城へ逃げましたが、間に合いませんでした。別の方法で生き延びるしかなかったんです。城壁の上からタルムバークまで逃げて、このことを伝えろと言われました。幸運にも城を回り込む抜け道は知っていました。城からは戦闘の音が聞こえてこなかったので、シースムント軍は集まって攻城戦に備えていたのかもしれません。きっとそうね。その時悲鳴が聞こえました。粉屋の娘テレーザでした。彼女を犯そうとする数人のクマン人に捕まっていたんです。俺にはラジク卿の剣がありましたし、たとえ人数や武装で負けていても彼女を見捨てるわけにはいかなかった。一人でもいい、自分の手で救いたかったんです。殺されかけながらも彼女を救うことができました。その後はすぐに奴らの馬を盗んで走り去りました。なんて勇敢な騎士様。あの恐怖は絶対に忘れません。きっと死ぬまで思い出すことになる。ひどすぎるわ。なぜそんなことが起こりうるの。神にしかわからない理由があるのでしょう。気の毒に。辛いのはよくわかるけど、この世の悲劇は神のせいではないわ。悪魔と悪魔に魂を売った者たちのせいよ。欲や妬みや見栄で心が汚れきった者たちのね。信仰を失ってはいけない。何があってもよ。運命には私も人生を翻弄されたわ。
夫もそうよ。あなたの悲惨な体験とは比べ物にならないけれど、私は若くして結婚したの。父が望んだからよ。リビシュはずっと年上だったわ。でも女はつべこべ言えない。そして結婚直後、私がタルムバークに来る前にこの城が襲撃されて夫が監禁されたの。本当に？夫と意見が対立したバルデクのハベルメデック卿が武力行使に出たせいよ。城を襲撃し、ブリビス・ラビッツの村を焼き払い、大勢の村人を殺した。当時の侍従もね。監禁した夫を見張るため部隊まで駐留させたわ。なんてひどい。私はまだたったの18歳だったし、あまりにも突然ロバートと取り残されて、どうすべきかわからなかった。王に直訴しにプラハへ行ったり、ディビシュの友人に助けを求めたけど、誰も何もできなかった。何年も解決しなくて、私はそのままずっと一人ぼっちで、夫は城の中に監禁され続ける気がしてた。何年もって？7年間よ。ハベルが罪を犯してると糾弾されるまでそれだけかかったの。だけどそれでも彼は城を明け渡そうとせず、夫を解放しなかった。最終的にはお金を工面して保釈金を渡したわ。そうしてようやく神のおぼし召しによって再び夫の姿を目にすることができたの。7年もなんて。ハベルに懲罰は？何も。しかも7年経って私の元に戻った夫はすっかり老け込んでしまっていたわ。ディビシ教は実に強い方ですね。もちろんそうよ。ただ彼には多くの仕事がある。タルムバーク再建もあったし、解放されてからはプラハの城塞司令官に就任して多忙だった。私との時間なんてなかったわ。都にいた頃はまだ良かったけど、事情があってここへ移って、今じゃこうだもの。でもまだお若いですし、お美しい。この先に幸せが待っています。本当にそうだといいのに。そう願うわ。でも今する話じゃないわよね。あなたは自分のことで大変なのに。もう行くわ。眠ってちょうだい。お話できてよかった、ヘンリー。おやすみ。民の恵みを。おやすみなさい、奥様。一緒に来い。何ですか？どうしたんですか？城壁まで来てくれ。巡回兵がスカリッツ方面からやってくる一団を見たらしい。
ばあさんみたいなこと言うなよ。そもそも俺に入っただけで健康を祈ってるよ。何があったんです？シゲスムントに決まってるだろ。あの野郎はスカリッツを潰して次はタルムバークの番ってわけだ。かなり腹が減ってきた。こんにちは。何か用でも？何があったんです？俺に聞くな。何も知らん。門番の仕事を終えてさっきまで寝てたんだ。備えるよ。壁の外の皆に伝えてくれ。大急ぎだ。いいな。何が起こってるんですか？わからん。理解できん。なぜシギスムントは夜中にタルムバークへ向かって兵を進める？それもスカリッツへの奇襲で自軍の隠密性を失った後に。奴じゃないのでは？では誰だ？ディビシュ卿が送った石膏からシギスムント軍はスカリッツにキャンプを設置し攻撃の準備を進めていると報告を受けた。そしてラジク卿は兵器戦の兵士、確実に城を持ちこたえさせるだろう。やはり腑に落ち。石膏は他に何か？大したことは何も。彼らが十分近づく前にこの嵐が来てしまった。お前の言う通りだ。シギスムント軍は強大であらゆる種類の傭兵たちを用意した。そのような軍の維持には莫大な費用がかかる。まあ誰であれ姿を見せればはっきりするだろう。ええ、そうですね。主が見守っていますよ。止まれ。何者だ？大魔王の一行だ。わからんか、ロバード。ラジク卿、ほっとしました。ディビシュ卿は城におるか？はい、こちらにおります。こんな遅くまで起きてるのか？老体には良い眠りが必要だぞ。ラジク、そっちこそ外出にふさわしい時間とは言えんぞ。休養か？ちょっとした奇襲を仕掛けられてな。信じないかもしれんが、この嵐は我々には天の恵みだ。死んだ祖父がよく言っていた。自滅するより必死であがけと。その通りだな。おじい様は賢い。伝令から話を聞いたよ。伝令とは？警告しに来た青年だ。生きながらえてここに着いたのか？今もここにいる。敵兵から間一髪で逃げ切ってきたのだ。それは本当か？勇気ある青年だ。だが教えてくれ、一体どうやって脱出してきた？他ならぬこの嵐のおかげだ。嵐が訪れたらシギスムントのタタール人兵士は襲撃をやめて巣穴に引き下がった。だから奴らの目を盗んで逃げてこれた。神の御業だ。やり合っても勝ち目はないからな。中で夜を明かしたらどうだ？それはできん。城が空だとシギスムントが気づいたらきっと追ってくる。君たちを危険にさらせない。我々がいなければ奴も襲撃はせんだろう。ではこれからどうする？我々はラッタイへ行く。ここからそう遠くないし、あそこの方が身を守りやすい。村人全員を収容する広さもある。シギスムントが攻めてきたらおとなしく従え、ディビシュ。勝ち目のない戦いで無駄死にするな。ああ、そうしよう。あの若者はまだそこに。ここにいます。お前は勇敢だ。実に感心したぞ。あんなことになって残念だ。我々と一緒に来るか？ぜひそうしたいのですが、スカリッツに戻らないと。気は確かか？何しに戻る？両親をそのままにはできません。二人の遺体をきちんと埋葬したいのです。終わったら追って合流します。村に戻ろうなどと考えるな、愚か者。命を落としたいのか？ですが。黙れ。父上の死は辛いだろう。だがお前まで殺されたらどうする？ディビシュ、事態が収束するまで彼をタルムバークから一歩も出さないでくれ。任せておけ、ラジク。まずは怪我を治さねばならんし、根っかけハベルだと思って閉じ込めておく。苦難を乗り越えて随分神経がずぶとくなったようだな。だが感謝する。いずれまた会おう。この事態がもう少し好転したら。
それではまたな、ラジク。幸運を祈る。話し教によろしく言ってくれ。伝えよう。君と村人たちにも幸運を。この暗黒の時代に。さあ行くぞ。全員聞こえたか。進め。納体はここからそう遠くない。聞け、今夜は巡回を3倍に増やす。いつも通り人員をうまくやりくりしてくれ。また酔っ払った者、ダイスに興じている者、怠けている者を見つけたら、私が直々に鉄拳を食らわせる。お前はこのまま周辺の動きをよく見張ってくれ。人々がスカリッツから脱出したと知れば、シギスムントは必ず偵察を送り込んでくるはずだ。よく目を凝らして、どんなことでも直ちに報告せよ。いいな。何か手伝いますか。今は一人でも見張りが欲しい。目がいいなら部下と共に城壁で見張ってくれないか。それは頼み事ですか、それとも命令。引き受けてくれるなら頼み事にしたいな。もちろんやります。いろいろよくしてもらった以上、働いてお返ししないと。素晴らしい。安心しなさい。少ししたら部下と交代させるから。主が見守ってくださいますよ。スカリッツの人々の逃避行についてどう思う。ラジフ卿は優れた領主のようだ。あの状況を利用して自分の領民を救ったんだからな。滅多に見られるものじゃない。大きな嵐が来たのは幸運でした。嵐が来ただけじゃダメだ。何かが起こった時にそれをうまく利用する。そういう機転の利く人間は多くない。じゃあ気をつけて。迷える子羊のようにうろうろしているのか。見張りは初めてだな。今日はもう何も起こらないだろう。壁に寄りかかって朝までゆっくりしてろ。何かあったらすぐに教えるから。そうします。ありがとう。
行け行け、さっさと走れ、早く行くんだ。行け行け、さっさと走れ、早く行くんだ。何か食べ物を手に入れないと腹が減ってきた。気取りのシギスムントは進化から信頼と尊敬を集めているようですな。確かにそうだ。シギスムントは人々の心をつかむ稀有な才能を備えておるからな。意外に思うかもしれんが、今日彼が我々を攻撃してくるとは思えん。はじめまして、ダルムバーグ領主殿。あの男だ、スカリッツ襲撃を指揮し両親を殺したやつだ。バカな真似はやめろ。お前も殺されたいのか。私はマークバート・フォン・オーリッツ、ハンガリー国王シギスムント様の代理で参上いたしました。王は兄でありボヘミア王であるベンチャスラウス4世の名のもと、この国の秩序回復を図るため武力行使をご決断されました。秩序回復だと？王の領土を略奪してるくせに。ようこそマーク・バート卿、この混沌とした国に秩序を取り戻そうとなさるとは実に高潔ですな。だがそういうことでしたらご訪問の理由が分かりません。プラハの城塞司令官として私は王の恩恵を受け、ここタルムバークは至って平和です。あなた方の到着を除いては一体どのようなご用件でいらしたのでしょうか。昨日我が王はボヘミアの敵に武力介入を行いました。相手はラジク卿で、彼はスカリッツ鉱山で採掘された銀を着服し反乱の資金にしているとのこと。しかしながら彼は逃亡しました。何かご存知ないですか、ラジク卿の現在の居場所について。私が知る限り、ラジク卿は王の配下にあるスカリッツで領主を務めています。彼が王を裏切って反乱を起こすことなど到底信じられませんが、とはいえ彼がタルムバークにいないことは私が保証しましょう。彼は愚か者ですな。追い詰められて城から逃げ出したとしても外では一層危険なのに。それともこの小さな領地があなた方の軍事活動を妨害するとお考えですか。では王に伝えてよろしいですか、ラジク・コビラ卿はタルムバークにはおらず、あなたは我が王を支持していると。ラジク・コビラ卿は誓ってここにはおりません。そして私は利益にならない問題で対立するつもりはありません。よくわかりました。仰せの通りに我が王へ伝言いたします。王もあなたのお考えをお気に召すことを私も心より願いましょう。両者が心から誠実で好意的なら、たとえこのような愉快とは言えない状況であろうと好感を抱き合うものです。ではごきげんよう。アフィーダゼン。ああ、マリア様。
感謝いたします。尊敬いたします。うまくやろうロバート。神のご加護を。やつはどうしてスカリッツを襲った後ここへも現れたんでしょう。それが戦争だ若者よ。多くの領主たちが自分のやり方で領土を治め、従わない者を容赦なく排除してきた。残念ながらラジュク教もそんな一人だ。さらに彼はベンツスラウス王の陣営を支援できるほどの銀を所有していたんだ。クッテンバークで何があったんですか。クッテンバークか。私は一介の兵士だからな。だが耳は達者だ。シギスムントの略奪から逃げてきた者たちやディビシュ教から聞いた話がいくつかある。大勢いたんですか。ああ、私のところへ来たのはクッテンバークの傭兵たちだがな、昔からの知り合いだ。なるほど。よく聞け。これは全て上級貴族社会による謀略だ。プラハでベンツェスラウス王に反旗を翻した貴族の秘密組織は身勝手な理由で王に反感を抱く裕福な貴族階級で構成されている。あらゆる出来事にシギスムントと王のいとこヨブストが関与しているのは間違いない。そしてその秘密組織が王の誘拐を援助したんだ。シギスムントがクッテンバークを襲ったのはなぜです。なぜだと思う。多分要塞としての機能も戦略的な立地もいいから襲撃の拠点にもなるし、必要なら守りを固めつつ領土全域を支配できるからですか。全然違う。チャールズ王はプラハを王都にふさわしい都市へと変貌させた。神よ、あのお方に永遠の栄光を与えたまえ。そしてベンツスラウスのお気に入りはボヘミアのクッテンバークだ。神聖ローマ帝国ではプラハに次ぐ主要都市であり、そこの銀を支配する者こそが王なんだ。ベンツェスラウスがあの町を保護したからクッテンバークは彼についた。分かってきたようだな。シギスムントがベンツェスラウスを投獄してプラハを手中に収めた時、クッテンバークの人々は奴に対して兵を挙げようとした。だからクッテンバークへの襲撃はシギスムントにとってはまさに一石二鳥だったわけだ。ベンツェスラウス側の強大な勢力を先手で叩き潰し、さらには莫大な富を得ることもできたんだからな。あのクマン人たちはどこから来たんですか。私が知っているのは侍従に聞いた話だけだ。東からハンガリーに来てそこに定住したこと、奴らは信仰を知らぬ野蛮人で無慈悲な戦士であること、戦争の掟を汚すゆえに貴族たちはハンガリーの諸王による奴らの雇用を望まなかったことなどだ。まあ金と権力の前では掟など無に等しかったようだが、確かなのはいつの世も金と権力次第だということだ。ロバード卿、俺はスカリッツに行かないと。あそこで何をする気だ。シギスムントは去っただろうが、そのうち略奪者、脱走兵、その他諸々の害獣どもであふれるぞ。そもそもここにいるよう命令されているだろう。ロバード卿、両親があの場所で死んだんです。犬に食われるのを放っておけません。もし俺の立場ならどうしますか。すまない、お前の頼みは聞いてやれん。全てが落ち着いてラジク教が考えを変えるのを待つしかない。幸運を祈るよ。
こんにちは。シギスムントの撤退をどう思う？運が良かっただけだ。皆がディビシュ教の優れた判断力を称えてるが、あれはかなり危ない状況だったぞ。シギスムントは極めて予測不能な男だ。王を拉致し、町を襲い、異国の傭兵団を連れてきた。奴が次に何をしでかすかは神のみぞ知るた。元気でな。役立つ者がそこら中にいるおかげで。いろんなものの値段が。道中が安全じゃないから彼らは町の主は近い。さらに今は教皇が2人も。これは協調よ。神のご加護。ここで物の売り買いをしてる人を探してるんだ。ゴタバがやってる。ここの商人で痩せた男だ。穀物倉庫の近くで見たよ。どんなものでも買ってくれるし、自分のばあさんだって売ってくれるだろう。まだ誰かに売ってなければな。主が見守ってくださいますよ。こんにちは。何か用でも？神のご加護。共に主キリストを讃えよう。主が見守ってくださいますよ。共に主キリストを讃えよう。ここから出る必要があるんだ。俺も必要だよ。美人が寝てるふかふかのベッドがね。でも俺たちの望みは叶いそうにないな。ディビシュ教の命令で門は開けられないし、特にお前を外に出すなとのことだ。ここから出せ。俺を誰だと思ってる。すぐにどこかへ消えなきゃ歯を折られることになる誰かさんだろ。母さんと父さんがスカリッツで朽ちていってるんだ。埋葬してやらなきゃ。犬に食われるなんて耐えられない。すまんが無理だ。ロバート教を説得するか別の手を考えれば俺も身を滅ばさずに済む。さもなきゃ諦めるんだ。どんな方法を考えればいい？なんで俺に聞く。多分変装か何かをすれば俺を騙せるかもしれないけどよ。もしもタルムバークの兵士が兜や防具で全身をきちんと兵装してやってきたなら、当然俺は通してやるだろうな。それだけは確かだ。なるほど。その辺を少し探してくる。主が見守ってくださいますよ。これはどうも。主が見守ってくださいますよ。こんにちは。じゃあ気をつけて。おい、そこにいるのは誰だ。
今のは何だったんだ。取引できるか。金を持ってるならな。主が見守ってください。金額について少し話そうか。もちろんだ。満足か？それは無理な注文だ。この話は忘れてくれ。取引できるか？金を持ってるならな。金額について話そう。もちろんだ。満足か？もう少しだ。あとほん。ああ、その金額なら納得だ。取引できるか？金をも。いや、気をつけて。なんだ？そこに誰かいるの？取引金を。
この金額どうにかなら別に。満足か？いいだろう。もう少し要望下げるんだ。それで合意だ。ああ、その金額取引で金を持って神のご加護。金額につ構わんよ。これで十納得できない。この話は忘れ取引金を金額のことで構わんよ。合意か？それじゃダメ。いい取引。うん、おいお前やめろ。一体何をするんだ。ここのお前止まれ。暴走しろ。お前は罪を犯した。ああ降参。お前が錠前破りをしていたという証言がある。この件は忘れられなくなるな。お前に課される罰金は銀貨山盛りとも言える額だ。やれやれ。詳しく話せないんだが、帝国全土の行く末は今ベンツェスラウ層とシギスムント王の間で揺れてるんだ。軍事摩擦ってやつだ。誰にも漏らすなよ。そんなおとぎ話を信じるほどバカじゃない。ふざけやがって。そんなに手持ちじゃ足りないぞ。なら違う形で罪を償ってもらう。例えば禁錮刑とかな。牢屋に入るよ。では行くぞ。中で腐ってしまえ。お前のことはそう泥棒程度にしか信用できない。念のために持ち物を改める。盗品があるなら出した方がいいぞ。私どものセマキヤドはお楽しみになれましたかね。正直いまいちだ。それは何より。で行っていいのか。行く。ああいいぞ。残念だがな、どこかへ消えて勝手に殺されてこい。
ごきげんよう。ここから俺も母さんとと、すまんが、どんな、なん、もし、なるほど。じゃあ気をつけて。神のご加護、取引で金をも、主が見守ってください。金額についてです。別に合意か。いいだろう。この額で取引で金を持っていってな。この金かまわ、これでど、もう少し、この額何か軽く食べたいな。健康を祈って。ロバド、あそこで。道端で死んだ両親を犬に荒らされるままにしておけないんです。やれやれ。やつ、そ、く、く、だが、み、大勢、ああ、なる、よし、なぜ。戦利品、そのと、チャール、ベン、わ、あの、た、おい、やめろ。わかった、わかった。俺だって何か食べたいって思ってたさ。ここで何してる。俺が冷静なうちに危険せろ。
誰かいるのか。ごきげんよう。ここから出る必要があるんだ。すまんが門は閉鎖。ああそうか、なら通そう。でも俺のことは誰にも漏らすなよ。どうしたってんだ。散々苦労したのに出たくなくなったのか。隊長に見つかる前にさっさと行け。